ライブ終わりなのに手持ちが誰もいないわ。ラッキー。アリスちゃん、どこだ。アカネミーアリスちゃんですよね。アリスちゃん、私アリスちゃんの大ファンなんです。失礼します。ちょっとあなた勝手に。ごめんなさい、どうしてもアリスちゃんに会いたくて。いってらっしゃいませ、お嬢様。昨日はやっちゃった。みんなまた来てくれるかな。本当のユリを見てくれるせっかくの人たちだったのに、ユリのバカ。私この子を自由にしすぎるんだわ。うちでも学校でも、あとはもうやったことないの電車の中ぐらいじゃない。にゃー、痴漢か。ユリが痴漢にあったらまずいことになっちゃうかな。あれ？おい、動くな。じっとしてろ。これからお前を気持ちよくしてやる。ごめんなさい、ごめんなさい。ユキ殿の名を怪我して、ごめんなさい。あ、またやっちゃった。満員電車で妄想にふけるなんて油断しすぎだよ。見知らぬ痴漢さんで楽しんじゃうなんて、もう末期症状。ほんと、どうしようもない。誰も本当の私を見ていない、見てくれない。私は一人ぼっちなんだ。あ、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 